ピンポンパンポン。この動画には以上の要素が含まれています。ご理解の上視聴してくださいね。はい、毎度アインです。毎度どうも、ゆっくりマリサだぜ。ナイトハルトです。解説役の達也です。前回風成の館手前まで探索、風を出して対話を壊したところです。これで戻ったら幾分はマシに橋が渡れるはずだ。そうだな。問題はここからどう戻るのか全くピンとこないんですよね。だな。てなわけで今回も行くぞ。行くぞ。ここはダッシュですね。横から見ると1ブロックずつ隙間があるやつか。およ。これはおしゃれシールド。リフレクトシールド。名前からもう強いですね。属性系にとにかく強い盾ですね。その分で物理が落ちてはいますが、まあこれで物理まで強かったらな。そうだな。お、こんなところにもセーブがあるのか。これがわからない。そういえばセーブ画面はだいたいカットしてますが、セーブ時間にしてこれくらいはかかりますね。10秒くらいか。割とここらもゲームによるところがありますよね。え？こんな場所ですか。ああ、これ初めてこいつと戦った場所か。まあ、こっち側の壁見てる時とかカットしてるのでわかりにくいかもですが、弓の人を倒した先ですね。というか、ウィスプあんなに誘導するのか。あれだけ当たるなら便利ですね。今はレベル1だからなんだけど、上がったら面白そうだな。そうかもしれん。これで48レベル。MP 結構減ったなぁ。魔法石使いましょうか。風のオパール。よし。でかい魔法石は全開するのが助かるぜ。フリージング。ついに風の魔法が最後か。威力320はすごいですね。見事なものだな。あ、風が収まってもガンガン揺れるんですね、ここ。ダメージで吹っ飛ばされないだけマシか。力を試すのにちょうど良い相手が現れたな。お、やはりあの威力だし、多段ヒットはしないタイプか。霊気が飛んでから凍結って感じですね。個人的にはこっちのが好きかもです。これは直当てできない弱点はあるけどな。とりあえず、館に入る前に外から見えるところを。賢明な判断だ。キノコよし。隠し壁が見えるようになったから、こういう死角が取り逃がしやすいぜ。さあ、中へ。なんか螺旋階段みたいなのが見えますね。1階にはでかい扉か。ん？これはスイッチでしょうか。早々に扉が開いたぜ。さすがはディアナ！アインです。しかし、ここもなんか仕掛けがありそうなところだな。この2階部分はスイッチを押すくらいの場所でしょうか？そうかもしれん。
またこの扉。この扉も確か、浄水の祭壇に降りるときに見かけたな。まだ近いところで助かりますけどね。あら、ワープまで。じゃま、階段登ってみるかね。ん？誰か、じゃなくて石像ですか。祈ってるみたいなポーズだな。お邪魔してますー。え？ご機嫌いかがかな。まさかここの主か。喋るときに光るんですねー。それはいいんだが、明かりがつくまで長くて妙な隙間時間があるな。あ、その生命を生み出すってのが浄水のところで見た液体のやつか。真相はそういうことだ。なるほど、ゲネアって言うんですね。ああ、前に行った水没して堆積か。確かに闇信仰って感じの場所でもありましたね。ふむ。許されない。誰かが闇の封印を解いて、それで戦闘になったってわけか。お話はこれで終わりみたいですね。死者の役目、大義だった。うわ、なんですこの頭蓋骨。お、癒してさんだけあって抱え服がこんなに。ありがたく使わせてもらうぜ。感謝するぞ。こことか、すごい構造ですね。なんかポロッと落としたら、下まで一直線か。おう？太鼓の鍵で開いた箱の中から、ということは。はい、この時確認をしていないんですが、太鼓の盾となっていますね。ほう。こちらもデメリットがある装備となっていまして、巨人の盾ほどでないですが、重めなためこの時点ではオーバーすることが多いですね。太鼓の剣の方は暗くなったもんな。で、こっちは盾としてもそこまでというのがネックでして、使われることはないシリーズの一つじゃないでしょうか。悲しみ。そうか、残念だ。じゃま、気を取り直して一回見ていくか。なんか毒が滲んでますね。こっちは癒しての扉か。ちなみにレッサージャイアントが徘徊してましたが、すでに掃除しておきました。ご苦労だった。水たまりがあるかと思えば、上からですか。お、あんなところに全開役が。しかし、ここを見ているとダクソニの土の塔のギミックとかを思い出します。ああ、毒沼のところだっけか。癒してという名前がついた人の家が毒まみれとか、そこらはほんまフロムという感じですね。ゲトウ、グワー。ディスポイズンだけではやはり無理か。ちゃんとアクセも装備するんでしたね。怪しげですけど、隠し扉はなし。その代わりに不気味な扉があるぞ。
怖。人の顔みたいなのに見えるな。何かをしようと考えた。これは扉におびき出して。よしよし。いや、ほんと敵は強いんだけど、魔法がポンポン使えるとかなり違うな。うえ、なんですか、この声。滅びよ。わからん。音は聞こえるということは、向こう側でしょうか。この足音からして巨人か。おう？ほう、強敵登場だな。えらいマッシブな巨人だったな。あれがここを滅ぼした張本人、ヘルジャイアントです。何？それは悪いやつですね。しかし、移動速度がそこまでないのと、遠距離はないんですかね。うわぁ、うお、闇のものというだけあってか、暗闇にしてくるのか。なかなかやるな。でも回転攻撃だからか、そこまで痛くなかったですね。確かに。というか、もしかしてこの魔法がいい感じに刺さってます？でかいし、多段ヒット系としてはかなりダメージ出てるかもな。ふん、雑魚か。あれも別にその場で回るだけみたいですね。前進しながらハリケーン出すと、ダメージ受けちまうな。速度が遅い魔法には追いついてしまいますからね。あれ？何か落としました。いや、十分タフではあったが、ボスとしては少し物足りないレベルだな。近接しかないのが敗因というやつですね。ボスがいた部屋には特に何もなし。あれ、赤スライムさん。こいつもまた見るの久しぶりだな。何もないんです。さっきのボスが落としたのくらいか。あれは骨みたいでしたけど、サイズからして鍵でしょうね。お、癒しての鍵。これで結構開けられる扉があるな。森に戻ったら、宝箱も開けられますね。まずはここ。相変わらず何もなし。ん？これは。あ、この形、下で差し込むやつだな。なんか紋章がついてますねー。お、間違いないな。では確か、ここにもう一つ。って、うわぁ。振り向いたら湧いてるとか怖すぎるぜ。ただここから出られないんでしょうか。まあ、一応倒して。何も落とさないので、戻ってきて。ん？これは。薬品や骨。これは癒しての倉庫ってところか。ゲーム的にはこうですけど、実際には山盛りになったアイテムたちなんでしょうね。種類はたくさん。そうだな。じゃま、戻って浄水の祭壇に向かうとするか。あ、戻るんだったら確か。おお、そうだな、このワープがあったぜ。
少し休憩して。ゆっくり静養なさってください。この螺旋階段が長いんだよな。お？この箱。これもまさか？はい、太鼓シリーズとなっていますね。これですね。ふむ、防御はそこそこあるけど。相変わらず重いですね。もうクタクタで。なんかこの重さの割にって感じだな。杖装備ならギリいけますけど。持ち帰ると手間だな。といったところで今回はここまで。よろしければ、いいね、高評価、チャンネル登録等をお願いします。またね。さらば。